苦労でもこの伸びてきた部分となじませたいんですよ、色かグラムのチャイルか、もうちょっと耐えるかどうかっていうところが、あ、毛が、はい、うん、行くしかないですけど苦労、どの道茶色くなるんですかね。そうなの、ピンク、いや、うわ聞いてないですね真っ黒で、真っ黒、どっちの方がかっこいいと思う、茶色かピンク、いいですね、ピンク、青、はい、緑、いや、どれも言いやすい、どれが好き、どれも言いやすい、ね、あと、紫、あえ、馴染ませたいんですよ。馴染ませたいの。これと、ああそう。こことなじませたいんで、あまあじゃあ黒で。黒で。じゃあ黒で。真っ黒で銀だけど痛むんだよ。茶色の方がまだマシ。要は真っ黒って白髪染めを突っ込むんだけど、はいはいはい、痛むから、まあ暗い茶、なんか黒寄りの茶。うん。にしといて、まあ、どの道その白髪染めの黒を入れても色落ちはするから、うん、色落ちのだから速度の問題だから、はい、じゃあいやピンクで、あれでどういう文脈がめちゃくちゃなんですけど、嘘暗めの茶で、あ、暗めの茶で、茶で暗めの茶でえ、ピンクいるんですか、派手な人いるんですよ、うん、福岡であんま見たことないけど、東京に通ってる大学生、ああはい、もしじゃあその、うん、よくピンクにする大学生がこの YouTube 見たら、うん、俺もちゃんと喋ってるんですよ、ああ思うじゃんここにたどり着けばですけど、ああ結構毛伸びましたよ、結構頑張ってるんですよ、だからゴールがさ、はい、遠いじゃん、遠いっす、まあ、いつまで頑張れるかっていう、この前結婚式やって、で京都帰ってたんですけど、一緒に出席する友達美容師やってて、おそいつの店でセットしてもらう、セットしてもらってから行くみたいな流れやったんですけど、結構2人分のセットやるってなって早めに行ったんですけど、ね、時間余ったんで危うく切りかけましたね、もう時間あるし切っちゃうかみたいなっていう判断をしそうになったんです、耐えたんですけど、いつまで続くか、もうでも結構安定、安定してきた、ここまで来たら結構もう安定じゃないですか、いやいや俺結構安定してきてるんですか、あ、本当、はい、前ほら1回伸ばしてた時あるじゃん、はい、あの時の方が長いよね、そうですね、前髪時間もかならなかった、まあ多分俺の中では無理だろう、まあ、YouTube でもちょいちょい髪の毛伸ばしますみたいな話するんで、お使命感ですちゃんと見てるけど、あ、マジですか、あーす、なんだったらここでお客さんと見たりするから経験がすごいな、助かる、ちぎれてるでしょ、ちぎれてますね、はい、短くなってるっすか、うん、手先がカサカサになってるっていう、なんか一応シャンプーとかも気使ってる、ちょっと一応変えてみたりしてダメージ補修みたいな、補修はされないんだよ、ここからどうやっても補修できへんやろとは思ってます、白く増えてる、増えてます、白くしちゃうよ、なんかもうちょい割合が増えたらそっちに振ってみるかなと思ってて、言っても黒の割合の方が多い、やっぱこれそう無理にしてる、反発で俺の意向と全然違うんですけど多分、うん、伸ばして黒にしてやったとしても豆に白髪染めみたいなのは必要かなと思って、伸ばして例えば縛れましたって、うん、なった時まだ若いから、うん、黒くはしといた方がいいけど汚く見えちゃうね、長くて白髪って、どっちみち細かく染めたりとか、うん、だったら必要で、単発であっても細かく無理してなかったら、まあ一緒じゃ一緒なんですけど、いや、まあ一回経験したいんです、人生で久々に髪の毛を変わるんです、ピンクだけど、いや、これ今塗ってるのピンクですか、おこれまずいですよ、まずい、訴訟かもしれない髪
勝つ自信あっけど。いや、でも残ってる線が黒で。いや、まあ、ぶっ壊すの。できないでしょ。人種としてですよ。しちゃいけない、要はこの前の歌を不適合者っていうそれ誰かから聞いたんですよ、ね、何が違うんですかね、人としての話だよねいやだから変な話あれだと思う、子供が先だったら多分めちゃくちゃ可愛がるでしょ、はい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 、でも結婚が席が先とかだと、うんうんうん、多分ダメだと思う。あ、なるほど、うん、あんまその考え方したことなかったです、ね、だから作れとは言わないけどまあそっちの方が多分向いてんじゃんっていう、なんかしないですね、要はこう大人だけいるとか、生活リズムが多分あまり変わらない、自分の好きなように、だから自由に今まで通りある程度はやるじゃん、でももう一人増えたとかましてちびっこじゃん、多分小煩悩さはあると思うんです、っていうところで子供の先の方がいいんじゃないかなと思います。いや、それ考えてまだっす、まだちょっとした白髪だと思うよ、いやいや、それこそおじいちゃんのお土産あたりから増えてくる。やってる人多いんじゃないですか、多分社内でも YouTube、 そうなの、うん、なんかいそうな気がする、あんま分かんないですけど、何の YouTube、 でもこういうやつじゃないですか、 Vlog 系というか、そんな暇、暇ってわけじゃないです、いや暇でしょ、いやでも本業以外の時間をやっぱ割くんで、じゃあほら隙間時間でやれるのはいい、トレーナーとかの売り上げは、まあ、本来全部納めないといけないから、とりあえずさ、あ、そうした方がいいんかなって思うけどね、あ、まあそれちょっと調整します、だから8-2じゃない8-2、うん、全ての収益に対して8-2ですか、うん、でもっとこう回ってくれば、はいはいはい、まあ6-4、ああ、比率的に、うん、調整です。うわ、出社せんやな。若返り。確かに。まあ意外と短い。短い。長いと思ってるのが自分だけ。短いな、全然ないですよ、誰かにどうしたらないですか、絶対邪魔だよ、絶妙に邪魔する、普段にして余計になんかまっさく感じる、たぶん目が出ないじゃん、また。